はい、こんにちは、前川です。今日もブログをご覧いただき本当にありがとうございます。では、早速今日の内容に行ってみたいと思うんですけども、その前に今日は台風、今日じゃないな、動画見てるのがあれから昨日ですね。昨日大阪は台風が近づいてきてたんですけども、大阪、僕の住んでる地域は全く問題がなかったですね。風も雨もそんなに強く吹かなかったんですけども、先生方の地域はどうでしょうか。やっぱりね、この台風で雨がねすごくあって、ちょっと被害出てるところもあるみたいなんで、ちょっと注意してください。で、今日の内容なんですけども、自分で蓋をしていませんかってことなんですけども、大体ね、売り上げ上がらない人っていうのは自分でやっぱり蓋をしてしまってます。売上100万円いきたいんやけど自分には無理やわとかね、治療費を、1万円にしたいんやけどやっぱり自分の技術では無理やわとか、なしくも自分で蓋をしてしまうんですね。蓋はね、やっぱ外していかないのです。どんどん外していってほしいんですね。で、私は最近ホームページの質問をよく受けるんですけども、で今日もね、質問を受けてそこでちょっと話してたんですけども、その先生がとても変わってます。ちょっと普通の人と反応が違うんで、いやーこいつは面白いなと思いながら喋って聞いてたんですけども、まあホームページね、作り、ちょっと先生真似ていいですかみたいな話から今話してたんですけども、その先生ね、5000円でやってるんですね、治療1回で。まあホームページ今後力で出していくってことだったんですけども、僕はね、まあ内容とかどうか値段上げたらって話をしたんですね。値段上げたらって、その先生今ね、確か70万前後だと思いますね。一月売上70万前後なんですけども、まあ、まずはね100万目指してやってるんですけども、また100万いったら僕なんか食事おごってくれるらしいんで、しっかり到達してもらいたいんですけども、簡単ですね。100万いこうと思ったら、今来てる人の値段上げたら100万いきますもんね、今の人数でも、なので、値段上げたらどうですかって言って、まあ8000円なり1万円なりしたらどうですかっていう話をしたんですね。そしたらその先生は、どうしようかなとか悩むじゃなくて、そうですよね、そうしますって言ったんですね。結構変わってるでしょ。この先生あんまり自分で自分蓋をしないんですね。こうやったらいいやんって言ったら、あ、それいいですねって言って、なんやかんややるんですね。まあなんやかんや勝手にやりすぎて、この前2万枚売り込みして、反応ゼロやったとか言って笑ってましたけども、そういうちょっと変わった先生なんで、なんかあんまり蓋をしないんですね。で、まあ、値上げしますわ、言って電話切って、20分後ぐらいまた電話かかってきたんですね。で、まあそこを折り返して喋ってたんですけども、いや、先生、ちょっと値段なんですけどね、ちょっと相談の通しんですけど、っていう話で、いや、奥さんに電話したら、それやったら、前川先生と同じ1万2000円したらどうやって言ったらしいんですよ。まあ、その奥さんも変わってますね。大概値上げしようとしたら、奥さんって反対するんですよ。そんなんしたら患者さん来えへんなるでとか、そんなんで来ると思うのとかね、高すぎるとか、大体言います。今の、僕の奥さん、今の段階でも言ってますからね。毎回言ってます。僕最初にやるときも言ってたし、値上げしたときも言ってるし、1万円のときも言ってるし、で、1万2000円やったときもまだ言ってます。どんな人だったら安く感じねえと思うんですけども、大体奥さんってそんな感じですよね。でもね、そこの治療家さんのところは、治療家本人もちょっと変やし、その奥さんも変なんですね。で、結局なんか1万2000円でやることにしたらしいんですけども、これで一気にドカンといきますね。いきます。あと集めちゃえばもうドカンといきます。で、こう言ったら、それお前集めれんのっていう先生いてるんですけども、そんなん知りません。わからへん、そんなやってみな。でもやっていけたらそれでいいですし、あかんかったらまた他の対策考えたいんですね。何事もやらないとわからないんで。で、その先生は1万2000円でやっていくみたいなんで、今7月ですから。まあ、ホームページいつ出すかわかんないですけど、8月ぐらいから1万2000円でやると思うんですけども、まあそれやっていけば、まあ8月、9月ぐらいには100万円いってるかなと思うんで、僕は何か今から高級な、自分ではいかないようなところをちょっと探して連れてってもらう準備をしようかなと思います。
で、まあ今日の内容何やねん言ったら、まあこの先生みたいに自分で2をせんとやってくださいってことで、値段上げたいと思ったら上げたらいいし、時間短くしたいと思ったら時間短くしたらいいんですよ。まずやりましょう。やってから考えたらいいんですよ。やってから考える。大体ね、治療科はもうやる前に考えて結局何もやらんと終わってる人がほとんどですから、なんか行動に移しましょう。という感じで、今日の動画終わっていきたいと思います。また何か質問などあれば、メッセージください。ではまた会いましょう。さよなら。